どうも、虹色ライダーでございます。虹色音声始まりました。ひっそりと。今回は大好きなミスターチルドレンの曲を一曲語りたいと思います。口笛という曲がありまして、こちらはシングル曲ですね。確か2000年に発売されたシングル曲で、8センチシングルって覚えてますか？それともわかりますか？今でこそシングルってマキシシングルという形になっていて、8センチシングルは長方形の縦長の、シングルの形があって、普通のシングルよりこのサイズが小さい感じで発売されてたんですよ。僕はその時代の時によく CD を聴いていた派なので、なんかそっちの方がシングルっていう感じでしっくりくるんですけれども、この口笛が確かその8センチシングルの最後だったんですよ。その次に出した Not Found からマキシシングルにずっとなってたっていう感じなんですけども、僕の記憶が正しければ口笛をミュージックセッションで歌った時に、その歌う前の、タモさんとの絡みで桜井さんが結婚式のために作った曲だと、友人の。それで結局時間がなくてそれを披露することができなかったって、だから CD 化したって言ってたんですよ。だから結婚式で歌われてたら CD にされなかったっていう曲で、こんないい曲をお蔵入りにするつもりだったんだっていうショックえって。だからその結婚式が押したことをすごく喜びましたね。口笛ね、すごいいい曲というか、ポップ路線で幸せな歌。だからコアなミスチルファンはあんまり上位には上がってこないのかななんて思ったりするんですけど、なんだろうな、シンプルさは別にないよなって思うんですよね。シンプルな曲とは思わない。すごく王道なラブソングというか、そんな感じはするし、聞いてたら本当に幸せそうな風景が浮かんでくるような曲です。それは歌詞のワードだったり、そういうのがいろいろ想像をこうかきたてるというかね。僕は特にあぜ道っていうこのワードがすごく重要になってくるんじゃないかなと思って聞いてるんですよ。そこが、その言葉があるからこそこう浮かんでくる幸せな風景。あぜ道っていうワードがあるだけでいろんな想像ができちゃう。手をつないでる風景だったり、その一言だけでこんな風に歩いてるんだろうなとか、こんな風に手を振ってる振り加減とか、影が伸びてる感じとか、そういうのがね想像できちゃう。みんなが描くその幸せのこう理想像というかね、そういうのをすごくうまく描いてくれてるなって思います。そのサビのね、最後の終わり方だったりとか、そしてどんな場面も二人なら笑えますようにとか、すごくそうなりたいなみたいなふうに思う人は多いんじゃないかなって思います。さっきシンプルじゃないって言いましたけども、ミスター・チュードレンは4人バンド、桜井さんボーカルがいて、田原さんギター、中川さんベース、鈴木さんがドラムと、で、小林武史さんが、一応キーボードという役で、メンバー内ではないけど、プロデューサーだからね、一緒にこう制作してるんですけども、口笛はオルガンから始まるんですよね、最初の前奏がね。ミスチルのすごいところって、自分たちのそのパートじゃない楽器を全然平気で使うっていう、全然それベースで曲作っちゃうみたいなところが、そのプライドがないとかそういう感じじゃないんですよ。その曲へのこだわりっていうか、これを足すことが一番この曲の良さが出てるっていうところをものすごく追求してるんですよね、一曲一曲。それって、なかなかストイックで、
まあすごいことだなと思うんですけども、だから初めて口笛を聞いた時はそのポップな感じっていうか、その本来のこうミスチルらしさっていうか、ポップなミスチルらしさみたいなのもありつつも、懐かしさもありつつも新しさもありつつっていう、その二段構えで来られるともう好きみたいな感じになっちゃいます。僕はね、あくまでも僕は。まあでもね、口笛は僕は思ったよりも売れなかったなって、うん。まあミスチルっていうね、そのまあトゥモロー・ネバー・ノーズとかイノセント・ワールドも大ヒットした曲がまああったからっていうのもあるんですけど、世間的には全然売れてるんですけど、もうちょっと売れてもいいのになって思った曲でもありますね。うん。で、この頃の桜井さんは、髪すごく短くして、確か金髪にしてたと思います。あんまないんですよね、そういう時期って。口笛の時ぐらいじゃないかなって思うんですけど。この曲は PV がありますので、ミスチルの、オフィシャル YouTube アカウント、チャンネルから、URL を、引っ張って下に貼っときますので、聞きたい方はそちらを聞いてみてください。すごく癒される曲だと思います。というわけで虹色音声、今回は、口笛を語ってみました。さよなら。